はい。で、今度はですね、所有代名詞やっていきたいと思います。はい。えー、所有代名詞っていうのは、何々のものを表す代名詞の形です。えー、所有格の何々とちと比較比べてみましょう、はいえー。私のって、I my me の my ですよね。私の。えー、これを所有代名詞に変えると、マインになります。 Mine. えー、ここ見るとね、わかりやすいんですけどね。えー、所有格で、これは私のカバンですって言ってみたいと思います。This is my bag、まあ。ま、my の後にね、こう、名詞きますよね。back みたいなね。my b a g みたいな形になりますよね。私のカバンえー、でも、所有代名詞だと、もうこれを一言、m ンって言っちゃいます。 この後に来ません。何も。バッグとか持ってきちゃいけません。だってこれで私のものって意味になってるんで、うん。あの、飯来ないんですね。こんな感じで使います。このカバンは私のものです。何々のものって言った時は、マイじゃなくてマインになってくるんですね。This bag is mine。このカバンは私のものです。ね。例えば、are Yours ですね。your a e back が yours あなたのもの。ね、his back his これで彼のものって同じなんですね。えー、で、h r が hers 彼女のもの。で、its はこれありません。覚えなくていい。ない,ないと思っておいてくださいね。で複数形、はい、私たちのは our でしたよね。じゃあ私たちのものは ours あなたたちのは your. a e あなたたちのものは yours. はい。彼らの彼女たちのっていうのは、えー、t h e a r でしたよね。今、それらの t h e a r でも、これを彼らのもの彼、彼女たちのものにするときは、これはないですからね。t h e a r s ってなるわけです。はい。ちょっと文さっとくってみていこう。この this bag is mine。ね。このカバン私のものです。 This pen is yours. このペンはあなたのものです。そしてもう一個ですね。名詞プラスアポストロフィー S ってやつですね。これで何々のっていう意味と何々のもの両方意味を表すことができます。えー、例えばこの後に名詞来るやつだったらこんな感じですね。This is 組み図 notebook。これでこう書いた場合はこれは 組のノート。組のノート。って意味になります。ノートですと。で、この後、これか、ノートブック書かなくって書いた場合は、組図だけだったら、これ、組のものっていうね、意味になってくるわけですね。This notebook is 組図。このノートは組のものですって言えるわけね。はい、お手で確認してみますね。Is this notebook 組図 このノートは、組のものですか ?Yes, it's hers. はい、それは彼女のものです。ってなってくるわけね。はい、そしたら一緒にね、A の問題解いていきましょう。はい、何々のものという代名詞に変えていきます。はい、I は、I, my, me, mine。今の音で覚えていこうね。口ずさんでください。I, my, me, mine。

t h e はい、このようになってきます。はい。えー、では、例題、全部いきますね。えー、例題見てください。This is my back. これは私のカバンです。はい、このようにも書き換えてみます。This back is mine. このカバンは私のものです。 はい。じゃあやっていくよ。一緒にやっていきましょうね。This is your pen. これはあなたのペンです。This pen is yours. ですね。はい。このペンはあなたのものです。This, that is her racket. あれは彼女のラケットです。That racket is hers. あのラケットは彼女のものです。That is our classroom あれは私たちの教室です。That classroom is ours あの教室は私たちのものです。These are his books これらは彼の本です。 These books are his.、ね、He, his, him, his. です Those are their computers. あれらは彼らのコンピューターです。Those computers are theirs. あれらのコンピューターは彼らのものです。 These are 組み図リーズ。これらは組の CD です。These series are 組み図。これらの CD は組のものです。となるわけですね。はい。では、戻って次、B のこの、ふうず。やっていきます。これで、ふうずって言います。で、ふうずプラス名詞。 ほにゃほにゃ、クエスションマークで、これね、あの、誰のって意味があるんです、フーズって。だから、誰のほにゃほにゃですかってなるわけですね。はい、えー、例えば、えー、こちらがわかりやすいかな。フーズ book is this。色塗ってるとこね、あの、これ塊になってるんですよね。わかるかなこれ塊になってますからね。これで、誰の本でなってます。 最後、is this って言ってますから、これは誰の本ですかって聞いてます。なので、はい、え this、ー、だったんで、it で、仮に代名詞書いてくださいね。it と is あるいは it's で、誰の本って聞いてたんで、私のものって答えて、it's my, it's mine って言ってください。it's mine あるいは it's my book でもまあ OK なんですけどね。it's、え、mine、ー、って答えて、今回は行きましょう。 はい。これは誰の鉛筆ですか誰の鉛筆そう。Who's pencil?Who's pencil is this? これ誰の鉛筆ですか ?It's Takeshi's それは Takeshi のものです。まあこんな感じで答えるわけですね。はい。えー、あとね、ちょっとやっておきたいのがこれかな。Who's は誰のっていう意味以外に誰のものの意味でも使われます。 なので、こういう聞き方も OK。Who's is this book? この本は誰のものですかって言ってもいいんですね。これ誰のものっていう意味にもなるんです。誰のだけじゃなくてね。名詞知らないです、その後にね。なくても OK なんです。まあ、it's my, それ私のものだよ、みたいな感じで答えます。 はい。ええー、そしたらですね、え例、ー、題を一緒にやっていきましょう。確認問題やっていきましょう。はい。これは誰の鉛筆ですかはい。誰の鉛筆っていうのがポイントですね。だから、Who's pencil? にしましょう。Who's pencil is this? ね。はい。あれは誰の机はい。誰の机 ?Who's desk is that? ですね。 w h o s t h i s is that? はい、2番目。えーまあ、例文見てくださいね。w h o s cap is this?cap ってこういう帽子ですね。w h o s cap is this? これは誰の帽子ですか ?It's たけしず。それはたけしのものです。はい、こんな感じでやっていきます。はい、w h o s eraser is this? これ誰の消しゴムですか それはエミノです。i いつ、エミズ。はい、2番目。Who's e c u p is this? これ誰のコップですかそれはケンのです。i いつ、ケンズ。はい、3番目。Who's e notebook is this? これは誰のノートですか それはトムのです。It's Tom's になります。はい、3番目。えー、っと、日本語に日本語を直してくださいと。w h o s bike is this? バイクって自転車です。だから誰の自転車ですよね。これは誰の自転車ですかになります。 それは誰の前車ですかで、It's mine。それは私のものです。Who's CDs are these?、はい、これらは誰の CD ですか誰の CD ですかですね。で、これ一回ね、えー、these って複数形ですよね。this の複数形。だから、it で答えないでね、えー。それらはだから、they で答えましょう。複数形だったんで、it じゃなく、they です。それらはです、これ。 They are 当然ここはアーです。they are my fathers。それらは私のお父さんのものです。私の父のものです、ね。にしましょうか。はい、こうなります。はい、以上です。